テー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 なぁ、かわいいショー、みんな見てかわいいショー、うちの嫁でもみんなは私のこと見てほしいな。かわいいっしょー。でもやっぱみんながね、なんかあの一番ね、なんか泣いたとか言ってくれてたの、多分これかな。やっぱこれなのかな。ヒュージョンって言ってたやつ出てきなさい。ヒュー、誰がヒュージョンやねん。何言ってんじゃんバカ誰がハートハート、そう、ペアリング買ったんだよね。ちょっと2月ぐらいになるって言われたけど。そう、なんか、1からちょっと作ってもらわないといけなくな、ない、いけないらしくてですね。そう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 。ちょっと指のサイズがなかったみたいな感じで、ちょっと作ってもらうみたいなね。感じになったんだけど、そう、私たちのデビューした日を入れて、私と、ノエルの名前を入れてもらったの。そう。だから、なんだろう。私だったら、ノエルトゥーフレアみたいな。で、ノエちゃんのは、フレアトゥーノエルって書いて、入れてもらった。だからね、すごい届くの楽しみで、ノエちゃんずっと言ってるの。早く届かないかなって。早く指輪つけたいなってずっと言ってた。そう、ペアリングを見てきました、ペアリング。え、結婚指輪結婚指輪でもブライダル見てたね。ブライダルとかさ、いろいろ見てた結婚指輪購入おめでとう。でもだって調べたの、あの後そう、指輪調べたら本当にね、そう、ブライダル指輪って書いてあってね、ちょっとドキドキしとる今からでもね、まだ届かなくて今ね、まだね実は手元になくて、っていうのも掘ってもらってんの今ガチのリング買って、そう、二人ともね、そう、二人とも気に入った指輪があって、それが、そう、サイズ合わせと、あと、裏に、フレアと団長の、そう、ノエルの名前を彫ってもらってて、そう、2月頃に出来上がります。名前入りなの、名前入り。そう。だから、それ、楽しみに団長生きて、だから、ちょうどライブかな、次のライブの頃には出来上がるって感じかな。そう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 、うん、そう、楽しみ。でもね、これもかなたんとココ会長のペアリングを見て、団長が「えっ、ペアリングそんないいな、団長も欲しいな」みたいな感じだったからさ、そう、かなたんとココ会長の見てね、団長欲しくなっちゃって、フレアにめっちゃおねだりしたっていう。あの後見た、あのサイトの、なんかあれね、結婚指輪カテゴリーだったと思う。なんか団長も知ら、団長もフレアも見た目で選んだのね。なんかブランドとかようわかんないから、そう、ブランドとかようわからんで、とにかくその、あ、これだーみたいな。そう、え、でもいいやつだ、いいやつ。あの、一回つけたら、あの、ずっとつけたいねって言って、そう、もうなんか一回つけたらもう二度と外さんぐらいの。そう、なんかそう、お風呂の時とかもずっとつけたいから、そう、なんかね、錆びない、頑丈な、いいやつ買ったんだよ。そう、プラチナ？そう、プラチナ。プラチナのやつ。そう、プラチナ。マリッチリングって書いてある。マリッチリング買った。そう、マリッチリング。そう、マリッチリング買ったよ。え、でも言うて左手にはつけないからね。右手につける。そう、右手につけますよ。アフタートークではね、左、左手って言ったけど、右手にするよ。うん、ちょっと恥ずかしく、照れ隠し。そう、これは結、ね、そう、これは結婚ってなっちゃう。そう、結婚。なんで人ごとなんね、フレアな、え、待って、フレアだよね。ね、フレアなんで人ごとなの？でもね、知ってる？なんか、人間、その、利き手？太くなるんだって。どうしてもさ、物持ったり、指でこうパーンって書いたり、いろいろするから、利き手が太くなるから、団長右が利き手なんだよ。だから、右で、測ってもらったから、その左でもやるとか、そういうのもできるらしいよ。やっぱね、こう、まあ、いろいろ TP はあるから、その左にもつけれる。
一応右では測ってもらった。いやでも左もね、そう、ゆくゆくは左手につけると、まあ右でも測ってもらったから左でも作れるよって。これ左で測ると右手には作れないからね。そうということで、そんな感じです。それやよろしくね。なんだこの空気。でも多分ね、未来見えんだよな。男女左手につけててさ、フレアがさ、もしさ、気分とかいろいろで右手につけた時にさ、なんで左につけてないのっていう未来がある。逆もしかりかもしれんね。そう。でもずっとつけるんだ。楽しみ。ずっとつけるぞ。なんか暑いな。暑くなってきた。まあそんな感じでね。まあ指輪も楽しみだし、ライブも楽しみ。歌頑張る。ボイトレも。こんばんは、シェルー。